その原稿を他の人に聞いてもらうのが楽しいんですか？なんか読みたければ一人でも読めるじゃないですか。確かにね。そりゃそうですけど、でもそれを職業にするんだったら、せっかくなら、それは歌を歌ったら一人でも歌えるけど誰かに聞かせたいとか、上手に絵が描けたら誰かに見せたいとか、あと見せる人がいるから上手くなろうっていう、こうスキルアップしていこうって思う気持ちじゃないですか、ね。そういうことですか。僕その、歌たまに鼻歌とかフローで歌ったりはするんですけど、はい、カラオケ行って聞かせたいがないんですよね。自分で何か発信したいとかとは思いますでしょ。だからいろいろ発信されてるわけでしょ。割と僕家でゴロゴロしているのが好きっていう方ですね。そうなの？はい。でもツイートとかしません？旅行中で暇な時とかなんですよね。だから最近ツイート多いのは暇な時間が多いからですね。そうなんですか。待ち時間とか、電車の待ち時間とかいろいろあるんで、うんうん。でもその時に別に自分でじゃあ一人でメモすればいいのに、あえてそれを世界に発信するっていうのはやっぱりほら。ああ、リアクションが返ってくるから楽しいとかですかね。要は、こう書いた場合に、こういう反応が返ってくるだろうなって予想してて、うん、で、その仮説が合ってるかどうかっていう確認なんですよね。試してるってことですか。なのでリアクションが返ってこないやつは飽きちゃうからやらないんですよね。ちょっと実験的な要素も入ってるんですね。そうですね。なのでそのなんかこうしたらこう変えるだろうっていうその仮説が合ってるかどうかのなんか確認作業をしてる感じで、うん、その仮説はどれぐらい合ってますか。最近はなんか予想を超え始めてて、僕たまにわざと踏み外すことがあるんですよ。これは怒られるだろうなっていうのを分かっててやることがあるんですけど、うんうんうん、子供みたいは。それが最近なんか怒られないことが多くなっちゃってて、あら、だからいやそれはまずいでしょっていうふうに僕が思ってるっていう、うん、そういう感じです。気をつけないとわっしょいされちゃいすぎてる。いや、その僕のファンがどうこうじゃなくて、その僕が書いたものが、うん、じゃあヤフーニュースに載りましたっていう時に、はい、一般の僕のファンとかと関係ない人が目にして、うん、いやいや、それはまずいでしょってツッコミが来るはずなのに、それがあんまり来ないみたいなのがあって。うん、多分一般の人は、ツッコまずに心の中で、これはありえないと思うって思って終わってると思います。なのか、僕が完全にマツコデラックス3枠に入ってしまったのか、どっちかかなとして。何言ってもね、まあ、支持されるという。あの人も人外だから、ほっとけいいよ、みたいな。同じグループにいた、その、不倫して怒られる人と、不倫しても怒られない人っているじゃないですか。うん、いますね。で、多分僕も不倫しても怒られない、人外枠に多分入れられちゃってるんだと思うんですよ。それはでも特権ですけどね、羨ましい人多いんじゃないですか。じゃあ、高橋さんもこっち来ますか。いや、私は無理ですけど、私はどういうイメージなのかな、みんな。でも、まあ、真面目。まあ、でもやっぱ、真っ当感は強いんじゃないですか。うん、根が真面目だからな、悪いことできないし、あと、こう、人を傷つけるような発言をなるべくしないようにとか、気にしちゃいますね。僕、だから、好きやらば人を傷つけようとするんですよね。なんでですか、もう、ダメでしょ。そういう文化をでも、ちょっと作ったところには、責任はあると思いますけど。いやなんかその人を傷つける発言をした時に相手が傷つくパターンとそれを乗り越えて仲良くなるパターンがあってどっちで来るんだろうっていう。いやそれはでも対面してれば乗り越える可能性も高いと思いますけど、やっぱり全く知らない相手だったりネット上とかだったら傷つく人多いんじゃないですか。100% の誹謗中傷とかであれば多分そこはないんですけど、うん、ある程度言ってることに理があるよねっていうのが分かってくれる人のパターンだと、うん、最初は感情的に嫌がれるんですけど、うん、その後まあそれなりに論理的なところは持ってるよねっていう風に仲良くなってくれて認めてくれるタイプの人っていうのも結構いたりするんですよね、うん、それぐらい器がね大きければいいですけどね相手がね。器の小さい人と付き合ってても時間もったいなくないですか。まあ確かに。チャンネル登録よろしくお願いします。